お前繁盛経営で女 V からストックやりたいって言われてるぞじゃあやろうよだ誰その女 V 声かけてよ人なんか人とさなんかするの、まあ、楽しいけどさやっぱ誘われたらやるぐらいがちょうどいいわ<笑><笑>までもまあそれが本来のあるべき姿やと思うけどね だってまぁ一番はまず自分の視聴者やん。まず自分の視聴者ファーストで考えてさ。でちょっとなんか、人との絡みもええなぁ、みたいな。だって誰かとコラボしてる、コラボっていうかそのゲームしてると、コメントとかさ、読めてもさ、こう、返せなくないコミュニケーション取れなくないうーん、やっぱ俺一番に思ってんだよな、視聴者のこと。我々はもゲーム時期はもこさよしい、いや、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。配信でのコラボって視聴者が買えなそうだよな。だよねでもそれが楽しいねんな、最近の視聴者って。 サマイキの生配信リスナーは、その、配信者が絡んでんのを、なんかテレビみたいに、透明で見てるのが楽しいんやな。だからもうテレビとかを見て、楽しんでる、本当に一般的な感性を持たれた、普通の人たちが、今ネットやともうマジョリティだったことやな。だから配信者も時代の変化に合わせて、そういう人たちに受けることをどんどんしていかなあかんってことやな。つまり。おもんね。<laughs> まあ、それは、まあ、それは別に、好きなもんを見ればええからね。うん。それもその、自分の見たいもんを見ればやるだけの話で。それになんか、正しいとか、なんか間違いとかないからね。うん。いや、冷静に考えたら、俺のやってることもそうやからな。別に、動画とかも別に、動画上げて、それに視聴者が一方的に見てコメントくれるってだけやし。冷静に考えたら、俺もやってること一緒やからな。配信でぐらいはちょっと視聴者と絡みたいっていう。お前は人と絡んでも面白くなる、なくなるだけなんだから、そう。それはね、最近思う。 なんか人と絡んでるときに全然こう喋りたいことがで頭に浮かばないみたいな。あと会話の速度がちょっと合わへんなって思うな。なんかね、人に合わせちゃうんだよね。自分の周りでね、こう喋るっていう。単純に言えば苦手ないと思う人と、こう、なんつうの、プロレスしたり、掛け合いしたりみたいな。あんまなくない ペちゃくちゃ喋った時その人とやってて。2、3人だとお前が回せるからまあ見てる。いや、2、3人の時とか特に喋んない気がするけどな俺。いや別に他人に興味がないとかじゃなくて、別に興味があるけど別に、あれじゃん。話聞いてるだけでも楽しくないその。いや、その話聞いてるのが好き俺人の話は。だって喋りたいことはね、全部やっぱ自分配信喋っちゃってるわ。マジ俺喋んない。てか別に配信に限らず、裏でもそうだ俺。よく考えたら。加藤がお前に MC やらすのって MC じゃないと喋れないから。 いや、そこまで考えてくれてる可能性は無ちがあると思ってる。うんこちゃんってなんか多分俺が、俺が思ってるより俺のことを理解してる気がする。なんとなく、まあ、もモうコうが MC ならおもろそうだなっていう理由で選定してるみたいな風に見えるけど、そうじゃなくて、MC じゃなきゃこいつしゃ、喋りづらいやろうなみたいな。俺そこまでもしかして気使ってくれてるんちゃうかなと思うような。な。やっぱ配信のことになるとさ、見え、なんかやっぱ見えてる。 その、情報量が、やっぱ人よりも全然ちゃうから、うんこじゃん。しかも自分のチャンネルでやる企画やんか。いやー、多分そこまで考えてるやろうなと思うよ、正直。プレイヤーてうか経営者やからな。いやっぱ、まあ、別に、うーん、まあ、経営者兼プレイヤーやん。お前そろそろ恩を返すつもりで企画してかと呼ぶかもんじゃないから、企画してもさー、ポケモン大会俺にメリットあんのそれ。俺にメリットある いや例えばそのポケモン大会を全部全試合いい俺のチャンネルでとかってやったら多分ええー、わ多分本気出すと思う。